どうも、井上真でございます。どうも、選考委員のノーミルク佐藤と申します。どういうことで以上ということで、皆さん。リキリッとしてる。今日もお邪魔します。ミル,ミルクサッカーアカデミーで見てございます。参もっと楽しむために今日こちらですよ、ドンネクスト全2022ノーミルク佐藤的ベスト 11! うわー ネクストジェネの聞いたことあるとあれ去年もあったねこれね。はい、はい、昨年から開始された、はい、いわゆるネクストジェネレーションいわゆる若い世代の選手の、はい、いわゆるすごいプレイヤーをこうキビじゃないかベストレモン奇妙じゃないかという企画がゴールさんで行われてるんですけど、はい、あの今年も私あの選考員に選ばれまして。あらかっこいいな <laughs> 私の選ばれてないの？いやきりすいません。<laughs> いやいやすごい楽しみ。はいということでですね、あのじゅあのクリスマス前後ぐらいのところのゴールさんからあのまあちょっとそういう記事も出るってところがあるので、ノーミルク砂糖的なベストイレブンちょっとご紹介させていただければなと。分かります。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いしますよ。お願いします。はい。ということで早速行きたいんですが、その前にちょっと去年一個振り返っていこうかなと思うので、こちらご覧いただきます。どう出た。 はい、去年の、はい、ベストイレブンはこんな感じでございましたと、ゴールキーパー、谷選手から始まり、瀬古選手、西尾選手、はいまあ、半田選手、大畑選手、中盤は荒木、田中、川崎、はい、松岡と4選手で、ツートップには、えー、上中選手と宮代選手という感じでございましたと、うんうん、こんなメンバーが去年。わくわするメンバーだし、みんなね、やっぱこうぐっと価値を上げましたよね、1年でね。 特にこの中でいったら、田中聡選手と瀬古選手に関してはね、それぞね、冬となってヨーロッパ行きましたし、プラス、谷選手、そしてあとその瀬古選手、プラス松岡選手ですかね、あと荒木選手か、この4人は合宿とか含めれば、森保ジャパンにとりあえず1回選ばれたっていう彼らのい代ますから。 そうですねそしてあと、今シーズンという言い方にとりあえずなりますけど、2022年内では、この00世代からと右側ですね、こんなメンバーがヨーロッパ等々に羽ばたいたみたいなこともあます。だと、竹斎藤幸喜はその前からいたじゃねえかってのは一旦置いておいてね。一人、ちょっとね、このネクストジェンというところではあんまりちょっと入ってこなかったのはありましたけど、真央さん、びっくりなるかな、一番上、小月総一郎選手。はい もともとね、あの1年前まであの京都3階に在籍してたんですけど、うんうん、その後あと、京都満了になったあドイツの5部のクラブ行ったんです<ー>そしたら、はい、あの信じられないぐらいの活躍を半年間で見せて、なんか、分です、1部、2部、実は取り合いだったんだけど、あのシャルケの U23 が結局獲得したって流れったす,、ね、すごい、これはじゃあ、あれだ、トップチームのね、あれも、出願、うん、ガルトでね、伊藤選手もあったような。 いいじゃない。で、実はこの夏にこのシャルケに来たんですが、シャルケのアンダー23で、こちらまためちゃんこ活躍してて、なんか合計18試合で、なんか15得点に絡んだみたいな。やばいっすよね。だから徐々にこう、あれでしょ、カテゴリーの中で、ぶっちぎってずるって上がり方だ、こういう上がり方もあるんそうなんちなみに、吉田麻也選手がシャルケいるんですけど、吉田麻也選手とかがワールドカップ行ってる間に、 はなんかトレーニングマッチとかいろいろ合宿とかも張ったんですよね。そしたらそのユースメンバーから6人挙げられて、上、うん、月選手も行ったらしいんですが、うんあの、いわゆる他の欧州一部クラブ相手に、上、うん、月選手はなんと得点を上げまくりまして、うん、もしかすると1月にトップ昇格。あらそうなってくると、非常に代表とかに近づきますよね。そうななんですよねわすねごいな ちょっとがそんなこともありますね。皆さん、ドキュメントとか見たいなイそうですよね。皆さん若手メンバーちょっと注目しておいていただければ。どっからね。こうやってこられるんですね。そうですね。ということで、そんな前兆はありましたけれども、今期はですね、2001年生まれ世代以降ということで、パリオリンピック世代メンバーから選んでまいりました。こんなメンバーでございます。3、2、1、ドン。左側です。はい、出た。 こんなメンバー、はい、ノーミルク砂糖的な先行で選ばせていただきました、うんうん、と。うんうん、まあ一番の先行理由は、まあ主に出てる人。はい。ですね。はい。もう主にもう各チームで主力として得られてる方っていうところからですけど。はい、す,すごいですよね、うん、こういうメンバー。うんうん、はい。まあ細かく一人一人も行こうと思いますけど、ただやっぱりよりすごいかなと僕は思うのは、 西久保選手、うん、そしてあと、ちょっと言い方、どう言い方、難しいけど、中野選手、うん、そして松木選手の3人は、うん、あの本来、この2022シーズンがあの高卒ルーキー世代なので、はい、中野選手、そろそろ100試合出場とかなんで、あれですけど、高卒ルーキーながら、どういうことでしょうか。ね、う高校生の頃から出まくってましたからね。だけど、高卒ルーキーでそれぞれのチームの主力張って、2、30試合出てましたってうのは、うん ちょっとやっぱり、すごすぎるようなっていうところがありましたね。うんうん、で、プラスもう一人、えー、自チームではなく、まあ、レンタルでということになりましたけど、フォワードの千葉カンタ選手、はい、清水から FC 今治に移籍して、まあレンタル、レンタルで行きまして、うん、えそこでなんと、フルシーズンいなかったにもかかわらず、2桁得点。はい これはちょっと特殊というか相当なレベルだっただろうなというところがありましたと。まあ他にもね、アンダー23アジアカップでも活躍したホスヤ選手だとか藤尾選手。うんうん、また今ちょっと海外移籍の可能性もあるんじゃないかって言われてるな。 ハンダ選手。うん、あとは、レイソルで今ね、もしゴシの座についている佐々木選手に。そして、さ、ね、つい先頃、札幌への移籍も発表された馬場選手。うん、で、今2年連続になった川崎選手に。うん、あとは、アシストめちゃくちゃやって、あと一歩で実はアシストをった柴山選手と。うん、ま、自由11人を選ばせていただいたという感じになっております。はい、そのまま試合みたいですよね。 見たいね。このまま見たいですね。おそらくもうこのメンバーあたりも、まあ、こ,んこのね、冬に移籍した馬場選手とかまだかもしれませんが、うん、来、まあ今年のまた夏、うん、また次の冬とか。ないんですかね、あの、うん、アンダー23の世界大会とかないんですかあ、もうね、すぐ次、1年後とかにアンダー23。週3どころの話じゃないね、これね。そうですううね、うん、でもう1年半後にはまたオリンピックなんかもありますから。そう,そうだ。 ぐいぐいって思たよねこのメンバーから何人また選ばれるかってところがありますからね。ねはい、はいはいはい。まああと、まあ一個上の2000年世代も含めればですけど、この冬で言ったら小林優樹選手が神戸からセルティックに行ったりだとか、うんうん、あとは、まあね、さっきの馬場選手とは佐野海舟選手、横山選手も J1 に行ったりだとかありましたけど、はい、まあ左側に選んでいるハンダリク選手含め、あと清水の鈴木優斗選手とか、うん、あとは 神戸の小田祐太郎選手とかですよね。ちょっとなんかヨーロッパ行くんじゃねえかみたいな話も今出てる。うそうですね。感じありますから、まだまだこの若手が、 この冬を賑わせてくれるんじゃないかみたいなところもあまあ。これはだから調べとくとより面白く J リーグ見れるってことですね。で、そしていつまで J リーグで見れるのか分かんないってことでしょそうなんですね。彼らがね、彼ら見るのにはね、別契約ですってこと時代が来るわけでしょ分です契約しなきゃとかね。そうなんだ、ね、ううです。そあれすから。嬉しい悲鳴ではありますけどもかりました。はい。 先の佐野選手とか横山選手もそうですけど、うんうん、まず去年選ばせていただいた上中朝日選手なんか、どうやらこの冬、長崎からマリノスへのステップアップな場に報道されてるので。あらあらま やっぱ J2、J3 を追っていく楽しみなんかもね。そうですよ。そうなんですよね。本当にそうです。今、今見とかないとっていうことで今見といてよりってことですかね。覚えてます上中朝日選手はね。上、あの、フェルナンド・トーレスが好きなんですよね。上なんかアーサーって呼んでますからね。そうですね。そうですね。た分本人嬉しいんじゃないですか。そんな選手がこのマリノスでどんな活躍するのかもちょっと楽しみですけど。そうですね。ありがとうございます。 はい。またこういう企画もいろいろやっていきますの、ね、で、うん、皆さんぜひ見ていただければと思います。りまありがとうございまありがとうございました。ということでございました。今日ミルカをお送りしてまいりました。未来に、えー、思いをはじてワクワクしちゃうのもミルアカの楽しみ方の一つなんじゃないでしょうか。いつもと違う締め方をしてみました。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくお願いします。メンバーシップサブチャンネルはお昼に、そしてね、ブッズショップもやっております。そちらも見てくださいね。じゃあね、井上馬でした。どうもミル佐藤でした。ありがとうございました。た頑張れ、新世代。 ね、旧世代も私も頑張る。<laughs> <laughs>